スポーツの熱狂を先取りすることを目指す新感覚のスポーツ番組、アベマスポーツタイム、毎週日曜夜10時から10時30分、アベマスポーツチャンネル、シャープ15が、アベマスポーツチャンネルにて10月22日に放送された。本番組は、現在、アベマで生中継されているプレミアリーグやブンデスリーガを中心に、レギュラーシーズン公式戦324試合生中継のメジャーリーグベースボール、以下、MLB、など注目スポーツの最新情報を生放送で公開しており、本放送回では、番組のスペシャルサポーターを務める元日向坂46の影山優佳に加えて、コメンテーターとして、元サッカー日本代表の安田道博が出演した。日本代表 VS チュニジア代表。番組では、10月17日に開催された、サッカー日本代表 VS チュニジア代表の国際強化試合を振り返った。対外試合6連勝とし、快進撃を続ける森保ジャパンについて、影山は、歴代で見ても、今の日本代表には勢いがある、と大絶賛した。10月13日に開催されたカナダ代表との一戦では、テレビ朝日系列の中継でピッチリポーターを務めた影山は、チュニジア戦を番組進行 MC を務める西澤ゆかアベマアナウンサーと観戦したことを明かした。影山は、西澤さんと約束していて、マイハウスでもんじゃを食べながら観戦しました、と話すと、西澤アナウンサーは、影山さんが出汁から手作りでもんじゃを作ってくれた。本当に美味しかったです、と応じ、この日の様子をわけのあいあいと振り返った。また、影山は、みんなで、観戦会、をすると楽しくないですか。その様子を生配信しても面白そう、と笑顔を浮かべていた、調子乗り世代。10月22日の放送には、メインコメンテーターを務める元サッカー日本代表の牧野智章の代打として、初登場した安田は、牧野、ありがとう。ポジション奪い取ります、と明るく意気込むと、影山は、安田さんと牧野さんは同い年。この世代は元気な方がいっぱいいるので、サッカーファンの間では、調子乗り世代、と呼ばれている、と説明した上で、安田さんにしか見せない牧野さんの意外な一面はありますか？との質問に、安田は、牧野は引退後、テレビで見ない日はないってほどの、業界人。そんな牧野は、僕にテレビ業界のしきたりを教えてくれる。変わりましたね、笑、と笑いを誘い、牧野と仲睦まじい様子を見せていた。その安田と共に、10月21日に開催されたブンデスリーガのフライブルク VS ボーフムの一戦をプレイバックした。フライブルクには堂安律選手、ボーフムには浅野拓磨選手が所属し、日本人対決となったこの試合では、浅野選手が先制点をアシストしたものの、フライブルクに軍配が上がる。堂安選手は、今季初ゴールを記録し、勝利の立役者となった。安田は、背の高い選手が多く、堂安選手は狙われていたけど、競り合いでもヘディングが勝っていたし、ジャンプがめっちゃ高い。もともとヘディングは強かったけど、ヨーロッパに行ってからますます強くなっていると思う、と拍手すると、影山も、狙われている中で競り勝つと、指針にもつながりますよね、と太鼓判を押した。ブンデスリーガ新記録を更新。また、ブンデスリーガでシュトゥットガルトが大旋風を巻き起こしていることを特集した。2022から2023シーズン16位のシュトゥットガルトは、入れ替え戦でギリギリ残留した一方で、2023から2024シーズンはリーグ2位をマークしており、番組では、チーム躍進の一員として、ギニア代表のギラシ選手の存在、2023から2024シーズン8試合で14ゴールを記録し、ブンデスリーガの新記録を更新した上で、同リーグの得点ランキングでも1位と、欧州各国リーグの得点ランキングと比較しても飛び抜けた成績をフォーカスした。そのギラシ選手の厳選ゴール集に、影山は、ゴール前の落ち着きがすごい、このゴールはどういうこと？スーパーマリオのジャンプみたい、と大興奮すると、安田は、両足でゴールを決められるし、豪快なゴールもあって、パターンが豊富。背が高いのに体がしなやかで、三笘薫選手みたい。裏に抜け出すタイミングもズバ抜けていい、とギラシ選手の活躍ぶりを解説した。
さらにギラシ選手は、過去に同リーグのケルンに所属していたことが告げられると、安田は、牧野の後輩ってこと、と同チームに所属していた牧野の名前を出したことを受けて、影山は、ギラシ選手は牧野さんに挨拶しないといけないかも、わら、と応じると、安田は、日本のテレビ業界のことを教えるんちゃう、わら、といたずらっぽい表情でツッコミを入れていた。